同じし、これも面積同じしたんですけど、これはね、スピードは全然、飛び方が全然違うんですよ。また下手くそだ。ピューッと滑るでしょ。あのその飛行機よりは実は飛ばし方がね。あ、飛ぶ。それでね、ちょっと原理が違うと思うのは、これがね、すごく飛ぶんですよ。これだけでちょっと違うの。なんか違いがあるでしょ、普通のグライダーと。これで、これの原理を、これつまり結局はこれだと思うんですよ。これが2つついてるんだから。実際、例えばこれは前を長くしたって、こうそうするとまた取り方もっと違って。よくでしょ。だからこれね、オプティマムな長この厚さとオプティマムな大きさの比率があるだろうと思うんですけど、そこまではまずは原理が先だと思うんで、うん、でこれだけで飛ぶっていうのはね、きっとね、ごめん、整流と向かいか飛ぶけど、もう制御はできないのね。制御はできない。あの回転つければ、これの回転がつけられれば、魅力のない飛びね。そう、それは一つだけだからね。ビオムない通り。あ、そういうふうに投げたらダメ、絶対に。だから僕、風、あの、こういう向きに回転できればね、すごく安定するわけですけど、それがちょっとできない。むしろ僕は、ここ投げても絶対回転しないから、むしろ、フォークボール投げるみたいな感じで、こういうふうにやって、まっすぐ。じゃあ、外側の内側にピンつけられるか。打線の。それはしたらまた違う話が変わっちゃうから。あ、そうか。スピードがなくなると落ちるんですよ。スピードがあるとね、あの、ピョンピョンと思うんですよ。それで、ちょっとその理屈はちょっと僕思いついたんだけども、ちょっと今回。今のうまくいきましたね。で、それを次回ちょっとじゃあ、なんかチャンスがあったら。書いていただいていいんですよ。すみません。